はい、はい、それでは今日は白石くんが来てくれました。メロン栽培2年目、2年目です。高見メロン今年3、こんないいの持ってきちゃっていいの？いや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 、売ったら売ったらいい金になりそうな気がするけど、良さげなやつを選んできました。もう収穫タイミング的には悪くないね。いいよ、すごくいい色も、うまい、うまい、ちょうどちょうどいい、うん、あの直売というか直接あの売る向き、うんうん、あの市場に出すんだとするとちょっと遅いって言われる、うん、でもここぐらいまで取っといた方がうまいから。音も悪くねえ、ゆる、そこまで緩んでないし。そしてうちのメロンはこれです。ちょっと小さい、小さいっつっても予約のやつが足らないので、うちの資格はこれでいきます。それじゃあまず、じゃあ切ってみようか。はい、切ってみます。白石くんの切ってみます。すげえなーこれ。ちょっと重さ測りてえけど2キロ近くあってなー、多分いい出来です。2年目で、だって今年、去年な200作ったんだっけ、200株去年100株、ね、去年100株、今年は何株ですか？今年は500株です。500株やってひひいながら、ひひいながら作ってます。せーので、オープン。ほら、いいじゃん。ほら、ここが剥がれてるっていうのはこう、もぎどきというか、うん、そして、何こう発酵とかそういうのもない。まあもともとこれそんな発酵する品種でもないんだけど、あのすごくいいもぎどき。いいよ、上出来上出来、肉も熱いし。さあ、じゃあ選ばしてあげよう。どこ依頼にする？いやいや、ど真ん中。ど真ん中でこっち、こっち、こっち。こっち側にしましょうか。わかりました。でここいらでちょっと糖度測定を。0.1 が出る。0.1 が出るな。はい。0。去年は何度だったっけな。まあ去年のやつはここいらにあのリンク、あ、去年の動画のやつ貼っときます。去年よりでも大きいしね、ぶどまりも良かったんでしょ。はい、やべやべ、種が出る。はい、よし、頑張れ白石号。いきます、ダン。おお、すげえ、ほら、お前これすげえぞ。俺がこの間切ったやつよりすげえぞ。食ってみて。よかった。18はやべえな。お客がついたんすよ。結構結構お客さんがついてくれたんで、よかったよ。いや、18はやべえぞ。やっぱり奥様がいいな。奥様が、切り時は、はい、パートナーと一緒に。いや、これだったら絶対味が乗ってる感じだもん。いきます、いただきます。うん、あ、甘い、いいっすね。大丈夫、すごく甘い、本当に甘い、いい出来だよ。いいっす、ありがとうございます。すげえぞ、2年目で頑張った甲斐がありました。17.7は出ねえな。すごいすごい、嬉しい。うちのやつ小さいんだけど、はいはい、ゼロ戻した。18.7 いいぞ。じゃあ来年も楽しみだな。この、はい、このままのクオリティでいけば。そうっすね。さあ、
大きさが全然違う。さあ、行ってみましょう。ちょっとまだ若い。ちょっと若いけどな。せーの、オープン。ああ、ちょっと若めだな、これから比べるとな。まあ、でも、うちの資格はこいつしかいねえから、今のところ。ここで行ってみましょう。頑張れ、うちのメロン。行きます。ダン。ああ、16.7。さすがにでも18は回んねえな。俺はこの間切ったやつが18度だったから、うん、確かにさ、その時の記憶よりさ、今日のは甘い気がする。こいつ、はい、ちょっと若えな。まあでも16度超え、18度まで行くと大したもんだよ。いただきます。うん、こっちよりは甘さ弱いけど普通にうまいね。うん、そうっすね。まだ歯ごたえ感があるからちょっと早かったな、もぎどきが。いやでもこれ待ってても多分 18.7 まであと2度は乗らねえな。よかったよかった。よかったです。じゃあ去年のリベンジができましたよ。オレンジやな。オレンジやってみますか。今年オレンジもやってみたんですよ。高見レッド、レッドっていう品種が今度なあれだよな、はい、奥様になる人がゼロ。こっちの方がさらに私は、うん、黄色、高見レッドっていう高見の品種の赤肉の品種。食味はいいですね、やっぱり。彼の奥様になる人が、あの黄色と赤を一緒に売ったらさらによく売れるんじゃないかっていうことで今年初めてやってみたらしい。あ、やべ、収穫できる。ああ、これもほら理想がきっちり出て。あの子は素直な子だな、ね、ちゃんとね、教えたことを、はい、ああ、そうそう、実はそうそう、その子はうちで1年ぐらいあのメロンの修行というか栽培を勉強しに来てたので、僕の3番目の弟子ぐらいになる。せーので、オープン。おー、ほんとだよ。これとこれ、このコントラストで。これで売ればほんとにね、いいよね。そうっすね。これもうゼロにしちゃうからね。あ、高見、赤黄色セット。赤黄色セットで。いきます。なんでだろう、うん、とりあえず食ってみっか、うん、食いが剥がれて、ね、でもさ、ちょっとさ、あのこれ取った時にさ、うん、綿っぽかったんだよな。感じでは感じを。食った場所が悪かったかな。食ってみましょう。すごいぞ、18度。はい。いただきます。
うん、まずくはないよ。多分ほぼ正しい気がする。ちょっと待ってな。そんな、ま、間違ったほどの糖度でもない気がするな。いつものやつと比べてどうですか。うん、俺は初めて食べてだから分かんねえけど、うん、個体差大差なんですかね。いつももっと甘い。うん、どん、やっぱり新しいな。なんかさ、繊維が粗い粗い、うん、ザラザラっとする、うん、どうしよう。ネットが薄いからかな。ちょっと見して見して。もうこっちの方がいいんじゃねえのか。こっち切ってみますか。もう一個じゃあ。もう一個か。もう一個切ってみます。おい、メロンだらけになるじゃないか。まあいいや。行ってみましょう。多分こっちの方が、こっちの方がいい気がするな。これの方がしっかりしてるし。せーの、はい。見た目はそこまでは変わらないが、じゃあこれ待って、ゼロ戻すぞ。一回ゼロ戻してみよう。はい、ゼロね。いきます。ダン。18.7度はでもなかなか出ない数字だもん。すごいぞ。多分、ま、結構待って比較してるので、そうよ、はい、これはほら発酵がそんなに高み怖くないからさ、うん、あのしっかり待ってさ、理想が上がってくるまでさ待てればさ、はい、あ、木が生きててる状態でだよ、はい、うん、そうすりゃうまいよ。逆にある程度しっかり糖度を乗せてあげないと、こうメロンの風味というかそういうのがなかなか出づらいというか、薄い品種だから本当に甘さで勝負みたいなところでやっていかないと。いただきます。うん、あ、こんな感じ、全然違うじゃん、はい、これとこれだから、うん、多分個体差だな。個体差というか、これ木生きてた。生きてます。黄色くなってるとかそういうのもない。うん、なんかほら肉がちょっとザラつくじゃん、最初に切ったやつ。こっちの方が繊細じゃん、うん、木自体はでも枯れてはいるんですよね。枯れてる、うん、こっちの赤に関しては、あーはーはー、疲れてるみたいな、うん、うん、こっちの方が模擬時、あ、これは今のやつ。こっちのやつはほら理想がすげえ綺麗に出てるけど、こっちはまだそこまで出てない感じ。でもこっちの方がうまい。
木の状態かな。あでも木が疲れてきちゃってれば、あ疲れてきて自分でこう理想が離れていくっていうのもあるぜ。 あくまでも健康な状態で離れてってくれればそれが一番いいんだけど。ゼロね。もうでもこれ以上さ切るもんがない。でもこれだけもう切ったからいいか。18.7 度出たし、よくできた。そして来年はもっと増やす。来年いや無理だな、ちょっと500だな。500が限度かなと思います。じゃあお客さんを増やせ、今年結構お客さんがついていただけたので、うん、そのお客さんをちょっと、そうだね、期待に応えれるようにしないと ね、はい、そうですね。500を何回、1回じゃ500できないじゃん。2回か250、250、そうですね、200、300みたいな。200、300か。お前300一気に手入れできんのか。できないです。できないんで助けてもらいながらやりますけど、多分200、200、100とか。ああ、リスク、それがいいとこじゃないですか。今回もそんな感じだったので、はい、うん、うちも1回でまあ200ぐらいがちょうどいいかなって思う、うん、しかもこれ1株4個できちゃうから、はい、300株手入れ、一気に手入れして後輩も一気に来ちゃえばえらいことだから。そうそうそう、序盤の一番最初が、あでも一番最初の方が意外と前の策がないから楽だったりするから、200、200、100って言ったらいいんじゃない。最後のやつはさ、前のやつの作業がいろいろあったりするから200、200、100とかで、うん、で赤と黄色で打っていけば、はい、うん、あの同じ客が買ってくれたりするじゃん。あの、あ青肉で最初食べて で次赤だよ、赤肉もっていう宣伝をしたら赤肉もっていうご注文いただきまして、うん、はい、そうするとだから500ケース売ろうと思ったら250ケースの売り先があればうまくすれば、そうですね、うん、はい、いいね。まあでもこれだけ甘くなってれば、はい、お客はついていくから、あとはだから何、連作障害とかが怖いから、はい、こう毎年毎年次の作をやるときにしっかりと土を、殺菌するなりなんなりを繰り返していかないと、どんどん土が傷んでいって、はい、劣化して土が いけなくなっていっちゃうといけないから、うん、そこを気をつけてやっていったらいいと思います、はい、はい。それでは白石君のメロン、はい、よくできました。今日は僕は負けました。はい、また来年、はい、また来年いらっしゃい。また来年、はい、はい、います。それではせーの、よくできました。イエーイ